先日メールいたしましたエラーなのですが、問い合わせメールにて対応していただきました。だいたい2日ほどで治りましたので、もし他の学生さんなどでエラーがあった場合、このような感じだったという参考にしていただけたらと思います。情報共有ありがとうございます。この方 ABCD の支払いをして、支払い完了しましたっていうメールが来たのに、アプリが同期されないっていう問題が起こっていて、私にもメールで相談いただいたんですけど、 ABCD の運営会社にメールで連絡して対応してもらったということです。皆さんもアプリの不具合があった場合、 ABCD の運営会社に直接問い合わせてみてください。ABCD で究極の模試プラスのリーディングを解く際の時間についてなのですが、初期設定の時間で解いていけば TOEIC オンラインテストで最後まで解くことは可能ですか？はい、可能だと思います。多分そういう設定になってるはずです。試験の制限時間内に解けるためにはこのぐらいの時間で解かなきゃいけないっていう時間設定になっていると思います。読解特急はどのように解くのが最も良いですか？これは読解特急2スピード強化編についての質問だと思うんですけど、この本はスピードリーディングの練習をするっていう設定になってます。まずはじめに時間を測ってパッセージ始めから最後まで全速力で読む。で、各パッセージの語数が出ていて、1分間で150語読めるようになることを目指してください。時間を計って全速力で読むっていう練習が終わったら、各パッセージ問題がついてますんで、その問題解いてください。で、答え合わせをして、知らない単語とか調べて、あと ABCD 上で音声も聞けるようになってます。ぜひ音声も使って聞く練習、声に出す練習やってみてください。音声を使ってそういう練習をすることでリスニング力、スピーキング力も上がります。あとは音声を使ってリーディングスピードを上げる練習もあるんですが、音声をかけっぱなしにして、そのスピードに合わせてパッセージを読んでいく。そのペースで読めるようになったら、 TOEIC のリーディングセクション本番で時間が足りなくなるっていうことがなくなると思います。ぜひ音声も活用してください。先生は公開試験かパソコンでできる TOEIC、 どちらがいいと思いますか？パソコンで受けるオンライン版 TOEIC の方が高い得点が出やすいと思います。試験時間が半分で問題数も半分以下なんで、集中力が続かなくて自分の英語力が発揮できないっていうことがないと思います。公開テストだと2時間で200問なんで長いですよね。なんで集中力が途中で切れちゃって、自分の英語力を 100% 発揮できないっていうことがあります。ただ就活で使う場合、オンライン版 TOEIC は認めてもらえないっていうことが多いんで、もし就活で TOEIC を使うことを考えている人は公開テストを受けるようにしてください。公開テストといえば、11月28日日曜日の公開テストの今ちょうど午前の部の申し込み期間で、10月11日月曜日の午後3時が締め切りになっています。で、午後の部は10月14日木曜日から18日月曜日になってますんで、11月28日日曜日の TOEIC 受けようって思ってる人は忘れずに申し込みしてください。今日公開テストがありました。お昼を食べると眠くなってしまうので、少なめにしたら試験中にずっとお腹が鳴っていて、それを抑えるのにパート5の5問分くらいの時間を使ってしまいました。先生は本番前にご飯は食べますか？私はTOEIC公開テストの前はバナナを食べてましたね。甘いものを食べると血糖値が急に上がって急に下がって眠くなっちゃうそうです。で、バナナの場合血糖値が緩やかに上がって緩やかに下がっていくんで、眠くならないっていうのをどこかで読んだんで、試験の前にバナナを1本食べるっていうのがルーティーンになってました。次は非公開コメントの方に書いてもらった内容なんで全部読み上げませんが、 TOEIC 公開テストの書き込み禁止に関することで、なんで書き込み禁止なんですかっていう質問なんですけど、書き込み OK にすると問題冊子に書き込んでるように見せかけて、受験票に例えばパート5で出てきた自分の知らない単語っていうのを書き出して、それを持ち出すっていう人が増えると思うんですよ。だけど書き込み禁止ってなってると、
こういう何か書いてる動きをしたら目立つんで、試験監督の人がそういうことやってる人を見つけやすいっていうのが理由だと思います。で、書き込みなんですけど、こういうなんか字を書く動きをすると目立つんで試験監督に見つかりますけど、ちょっと印をつける、点をつけるとか線を引くぐらいだったら見つかんないんで、多分お咎めはないと思います。で、試験終わった後問題冊子名前書いたのを回収しますけど、あれ回収した後この人書き込みやってないかなっていうのを後でチェックするっていうことはありません。で、もし仮に試験官に見つかった場合どうなるかっていうと、まずウォーニングが来ます。試験官が隣に来て、書き込みはやめてくださいっていうことを書いた紙を目の前にボンって置かれます。で、それでやめれば全然問題ないです。神崎先生は何をモチベーションにして TOEIC の勉強をされていますか？私は TOEIC を受け始めた時ってもうすでに英語のレベルが高かったんで、あんまり TOEIC のために一生懸命勉強したっていうことはないんですが、イギリスにいて英語学校を通っている時はすごく一生懸命勉強してました。その時何をモチベーションにしてたかっていうと、まず一つはイギリス行って英語学校を通うためにお金を貯めるのがすごく大変だったんですね。大学卒業して、約1年半飲食店で働いて200数十万貯めてイギリス行ったんですけど、自分が必死に働いて貯めたお金を払ってるんで、払った金額以上のことを学ばなきゃ損だと思ってすごく一生懸命勉強してました。あとはイギリスにいる時はケンブリッジ英検用のコースを取ってたんですけど、日本人の学生ってなかなかケンブリッジ英検受かんないんですよ。ヨーロッパ人の学生は母語が似てるんで英語すぐできるようになって試験もどんどん受かるんですけど、日本人はなかなか受からない、日本人は英語が上達しないダメな人たちみたいな雰囲気が英語学校内にあって、それがすごく嫌だったんですね。日本人は優秀なんだぞっていうのを見せたかったんで、日本の誇りのために頑張って勉強しました。その2つ、自分の払ったお金以上のものを学んできたいっていうのと、日本の誇りのため、それをモチベーションにして英語頑張ってました。あと返答動画いつも楽しく見てます。見てて面白いし笑顔になります。ありがとうございます。笑顔になってもらえると嬉しいです。大学の課題と TOEIC の勉強の両立ができない、だんだん他の科目の課題も多くなってきて大変な時期だと思います。全部完璧にしようと思うと回らなくなってくると思うんで、手を抜けるところはちょっと手を抜く。 TOEIC クラスも1日の目標学習時間1時間ってなってますけど、あれあくまでも目標なんで、もし時間がなかったら減らしても全然大丈夫です。非公開コメントの方にいただいたメッセージで、予定より早く課題が終わった場合 ABCD 続ける必要がありますかっていう質問あったんですけど、そのあたりもお任せします。もし課題が早く終わったらおすすめの問題に行って続けるっていうのももちろんいいですし、他にやらなきゃいけないことがあったら TOEIC はそこで終わりにして他のことやってもらって全然 OK です。今週初めて予想スコアが目標点を超えました。動画も面白く元気をいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。目標点超えおめでとうございます。その調子で続けてください。予想スコアが上がっていって楽しいです。いいですね。ぜひその楽しいっていう気持ちを大事にしてください。今週こそ頑張ります。ぜひ頑張ってください。神崎先生のパート7を解いているところの動画を見てみたいです。ちょっとやってみますね。ではパソコン上に ABCD を立ち上げてパート7の問題を解いてみたいと思います。We the great customer service from movers will help you location we serve residential and commercial looking to move around the Colton city for additional fee we can handle moves across the state or even to another country get in touch with us for a free estimate we can also discuss the job we do in person and figure out how many boxes you really need from us
Dear Mr. Nantoka, thank you for sending this mail. The price is reasonable considering that I will move into another country. Moreover, I am glad the Colton movers can pack everything for me. Later this week, I will drop by your office to sign service contract. I have one concern that I forget to mention over the phone. My dining table, which is unusually long, is an antique that cannot be disassembled. The leg will have to stay on during the move. I have attached pictures of the table. Could you please have a look at and let me know if it will fit in your truck? Dear Mr. Foster, thank you for choosing Colorado for your upcoming move. You will be happy to know that the truck is big enough for your antique table. Proper parking is key when it comes to ensuring that safety of your of furniture, especially antique, during that transport. We will therefore cover the legs in bubbles wrapped and the secure table in wooden cracks. Our office is open every day and our business hours are 8 a.m. through 7 p.m. Please stop by anytime. We are open to go over the details of where you moved and sign the service contract. Warm regards. What is indicated about Colton Movers? Small one location, its head office, its provider customer. Boxes! Boxes の話してましたよね。あれどっかにあった。Figure out how many boxes you will need from us って言ってたんで。Boxes!What is suggested about Mr. Foster? Pay additional fee. For additional fee, we can handle moves across the state or even to another country. って言ってて、今この人 moving to another country って言ってるんで、additional fee he will pay andAditional fee. Why does Mr. Foster express some concerns in his email? アンティックの話してたんで、アンティックがあるんで、A piece of furniture might be too long.、Yeah. What is suggested about Mr. Jensen? Ms. Jensen?ミス・ジェンソンか。ミス・ジェンソンはミス・コートムーバーの人だ。Thank you for choosing コートムーバーズ。写真送って、これダイニングテーブル大きすぎるって言って、ダイニングテーブルの写真送って、でそれに対する返信なんで、まあ、写真見ただよな。D. What does Ms. Jason encourage Mr. Foster to do? うちのオフィス来てくださいって言ってたな。Meet her in the morning. View her unwrap some disabled temple. Please stop by anytime. We are open to go over the details. Visit her workplace. See. 採点。イエーイ。はい、全部合ってました。こんな感じです。Every lay down